もうちょっと前じゃない。大丈夫じゃない。ちょっと。よくやった。ああ。反乱軍が回収できるヘリの場所を教えておく。ヒヤッとしないところでヒヤッとするわ。ストーリーミッションが、オコロアルファの近く。エルエミサリオがこの地域の病院を襲撃しようとしていると聞いて、パック語りが助けを必要としてるわ。遠い。あなたの判断に任せるけど、ね、協力しておけば後々助けてもらえるわ。アルファ行こう。うん。病院を押そうとしてるから守ってあげるということ。ほう。ごめんなさい。すごい飛び方したな今。すごいな、即死だわ。医師と話す。よし。なんかね、この接近中エルエミサリオに動きはないな。反乱軍の部隊長に到着したことを伝える。了解ボス。位置的になんか敵が攻めてくるから守れって感じがする。うん。よく来てくれた。報告によるとエルエミサリオの手下が近づいている。状況はどうだ。医師と患者はできるだけ先に避難させた。薬とワクチンを積んだトラックも何台か出した。これで病院を失っても病人や怪我人の手当てはできる。俺の娘はこの病院で生まれたんだ。まさかそれをコカインラボに変えようとするカルテルから守ることになるとはな。奴らにタブーはないのか。そうだ、だから助けに来た。エルエミサリオの部隊はいつ来てもおかしくない。一生守る。戦闘が始まる前に体制を整えるぞ。了解。まず地雷、これも攻めてくる方向は一つしかないでしょ。装甲車だ。ここに地雷をセットする。地雷もある程度距離を置いておかないと連鎖しちゃうからな。うん。待て、地雷をセットする。退避。地雷にかかれ。あ、地雷寸前に止まり、嫌がることもない。ヘリが来たからこれはポン。あ、リロード。はい。あれ、あれ多分別のヘリだな。なんだよ。ここにいい機関銃が落としちゃうけど。よし。めっちゃいいこれ。あ、守り切った。エリアを確保。早。オッケー。こちらボーマン。オコロではうまくやってくれたみたいね。あなたたちの襲撃の件でエルスエーニョは激怒してるわ。エルスエーニョ、待って、 UBA ソフトのさ、サーバーと接続切れたんだけど。かなり難しいわね。スエーニョはエミサリオに説明を求めていて、エルヤヨは孫を生かすための解決策を必死に考えてる。それでどうすればいい。コープが終わった。エルヤヨが1日中電話で話してたおかげでエルエミサリオの位置が特定できたわ。これはチャンスよ。やつは今窮地に立たされてる。確保すれば何でも教えてくれるに違いない。位置情報を頼む。あとは任せろ。とりあえずエミサリオは OK で、もう一回お前を呼び起こすぞ、こっちに。うん。参加したわ。おっ、取ってきた。まあ、じゃがいもサーバーだからね。もう。で、ここもあともう少し。あ、遠い。ここ。オコロの大惨事で。エミサリオを回収するのか説明してくれないか。あいつが今の地位にいるのはじいさんの七光だろう。カルテルの実力者ってわけでもないし。いい案でもあるのか。もちろん放っておけばいい。そもそもどうしてオコロのいざこざに首を突っ込んだんだ。ボーマンの狙いはあくまでエルヤヨ。だがエルエミサリオが消えればスエにはここで起きたことの責任を誰かに取らせる。ここ先がエルヤヨに向けば奴を捕まえるチャンスが生まれる。たく、ボーマンのやつターゲットには容赦ないな。そうだな。チャーリー、メンバーがめっちゃ喋ってた。チャーリー行こう。うん。大したものだ。エルエミサリオの部隊から病院を守り切ったら。バックだ。正直なところ、お前たちがいなければとても無理だった。気にするな、カタリ。後で請求書を回す。もう一つ頼みたいことがある。エルエミサリオが病院を攻撃する前に部下がトラック
ックでワクチンを安全な場所に運ぼうとしていた。しかし残念ながらユニだったの検問所で止められてトラックを押収されてしまった。我々にはどうしてもあのワクチンがいる。トラックは今ユニだったの拠点にある。無理を言ってるのは分かってるが、正直なところ頼れるのはお前たち。あ、まだこれだけじゃないのか。やってみる。うん、ユニダットにね、ワクチンのトラックを奪われてしまったから、それを取り返してくれっていう無理強いをされた、パックに。はあ。待てよ、近いから先にそっちやるか。ユニダット軍から医療品の乗ったトラックを押収した。取り戻してカタリたちに返して。こっちだこっち。彼らなら有効に使ってくれるはず。参加しておくれ。あ、それ。ユニダット基地です。静かにやろう。トラックを取り戻さないといけないから、ドローン準備完了。全員殲滅かな。うわ、反乱軍にエリアの偵察。2人目のターゲット発見。敵グループを発見。まだいた。そんなに規模はないと思うけど。敵グループが見える。塔にスナイパーがいる。え、サップつけてやった。目標を確認、回収する。あれでも誰も気づいてないよ。よかった。サプをつけろちゃんと。ターゲット発見。これで15人だ。え、ついにユニダットまでザルに。大至急ワクチンを届ける必要がある。拠点に入ったらさっさとトラックを見つけてすぐに脱出するぞ。コピー。トラックをとっとと回収。うん、あとどこだユニダット。中かな、わからない。ちょっと待って、偵察の回復を待って、まだそっちの方は手出さない方がいいと思うけどな。警戒すると思うよ、敵たくさんいるから。なるほど。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。け、偵察しきった。待って、足音聞かれた。あ、そっちか。ターゲットを排除。うん、やばい。通信施設の場所が分かった。停止させる。あ、セーフ。おう、お、お、それはないぜ。何を撃った今。敵撃つじゃん。はい、俺腰ダメで撃ってるから、ちょっと一発ぐらい後ろに揃えて。え、腰ダメで撃ってんの。ユニダット相手に。出て出て。え、もう腰ダメってか、あの腰ダメの表現で。あ、100発100中じゃないからやめた方がいいと思うよ、腰ダメで狙うの。え、もしかしてずっと気持ち悪くて。え、ずっと M で狙ってたの、マジで。よく撃ったね。おお、ちょっと待って、痛い痛い痛い。お前こんなところで。いや、一応切り替えはしてるよ。あれ、待って待って、あれ、ターゲット排除。あ、死んでる。OK、 トラック回収は、運転。ガソリンが逃げて逃げて。こいつらスナイパーで。2人目のターゲットを発見。あ、排除した。あれ、いけいけいけ、突破突破。じゃあな、よしで、安全運転。あ、耐久減ってる。マジか。89まだ。つけれねえの。どうぞ、絶対、絶対にダメだぞ。ああ、超安全運転だわ。あ、前から、前方から来てる。ほんとだ。あれ、避けようがないんだよ。車内ぶつかったらダメだ。一般人。一般人はトータル犠牲に。あ、危ない危ない危ない。
ちょっと追ってくんなよ。これトラックからすんげえ狙いにくいな。あ、解除した。あ、危ない危ない。解除はしてるけど追っては来てるよ。さっさと行こう。追ってくんな。危ない危ない危ない。よしよし、やっと走りやすい。あ、危ない。命を確保した。これから届ける。さすがだな。だが運転には気をつけてくれ。ワクチンの入ったガラス容器は脆い。カーブで急ぎすぎると。わかった、気をつける。ノマドアウト。今頃気をつけろって。一番めんどい。今頃ユリだってもこれを奪ってわざわざあの上まで運んだんだよな。ようやるな。頑張るな。こっちか。おお、あと少し。ここね。ワクチンダッシュ。カタリ、荷物を届けたぞ。好きに使ってくれ。助かった。借りができたな。そのワクチンで多くの命が救われる。ヘリコプター。よし、残るはキング。オコロの大惨事でスウェーニはエルエミサリオを殺そうとしてる。もうエルヤヨでも助けられない。エルエミサリオを見つけて連れてきて取引に応じるかも。失態がひどくてね、エルスヘニは激怒してエルサーリーを殺そうとしてるんだ。だから我々が代わりに助けてあげる。なるほど。ああ、なんかこじゃれた邸宅じゃん、ここも。このヘリは壊れた。カッ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 。あれユニラット混じりだ。ユニカスかよ。ターゲットを排除。敵グループを発見。なんだこの変わった家。また敵だ。反乱軍にエリアの偵察。敵グループが見える。発砲注意で。あそこにスナイパー。めちゃめちゃいる、ね。敵がいる。気をつけろ。ユニダットの巡回兵だ。俺たちがオコロで暴れてるから対応してるんだろ。お、すげえ、めっちゃいる。これさ、殺傷しないで。目標エリアに接近中。待てよ。準備はいい。ボーマンはエルエミサリオに会うのを楽しみにしてるからな。殺さずに生け捕りにするぞ。コピー。まずエミサリオ見つけよう。なかなか難しいね、ここ。多分建物の中にいるんでしょう。どっかドローンで入れるとこないかな。あ、ドアあった。おった、ぶね。どこ、エミサリオ。あんまり敵に近づきすぎたらドローンも警戒されちゃうからな。ちょっともう一回偵察かけて。かけれない。タンゴタン。ちょっと待って、お前のところに行くわ。うん。あのね、見えるかな。ここ？あ、違う。ここ、シンクショットマークになっちゃう。ああ、入り口？うん、そこは空いてるんだよね。入るならそこだね。てか、1階も空いてるね。なかなか警備がすごい。これも倒したらバレちゃうからさ。このレベル2に大嘘だろ、これ。見られてないうちにスーッと入っていくしかないな、これ。どういう警備？あ、待って、左にもいる。どうしよう、これ。タンゴタン。オッケー、入ろう。ハンドガンにしよう。めっちゃいるけど、これ。ああ、待って。これ、2階。やばいでしょ。2階、これ、上がれないかな、これ。上がれないのか、中入んないと。何、ここ。困った。熊。とりあえず周り片付け。バレた時だるいから。片付けるって言ってもな、これ死体。
即バレしそう。陽動グレネード。あ、それだ。入り口の方にフレア撃つわ。ほい。なるほど。フレアを発射する。ね、でみんな向こう向いてるからさ、ちょっと発砲せずに。ちょっと隠れよ。ちょっと隠れよ。怖。まだ階段登れないわ。本当。今までで一番ステルスしてるわ。今までも脳筋だったからね。こいつ拘束して後ろに引っ張って。ああなるほど、見られないように。あ、やばい。ああだよね。どこだよエミサリオ。エミサリオいないぞ。どこだ。もっと上もっと上だ。しくしょう。あ、皆様、エルエミサリオのご冥福をお祈りください。え、死んでんのか。祖父に顔向けできず死を選んだが、たく俺たちが追い詰めた。あ、やめろ、こいつが自分で選んだんだ。死体を調べる。何か持ってるかもしれない。おい、衣装は糸切れに、糸じゃねえ、紐切れに。おお、来てる。エルエミサリオを見つけた。死んでる。ちょ自殺した。ラボを失った責任は自分にあると、精鋭に頭に書き置きを残してる。ヤヨを失望させたことに耐えきれなかったんだろう。ああ、くそ。ちょっと待って。エルヤヨを追い詰めたと思ったのに。意外とまともだったようだな。期待してた方向に折れなかっただけのこと。こういうこともある。こういうことはよくあるのか。任務のために必要なことをするだけ。あなたと同じよ。自殺しちゃったか。ちょっと映像来たから守って。は聞いての窓。あった、通信入った。何かあったのか。あなたたちがカルテルの計算に与えた打撃の。ヘリ行こう。ヘリ。ラグリンガは需要を満たすためにコカインの純度を下げ始めた。スエーニョに気づかれる前に挽回しようと思って時間を稼いでいたのかもしれない。そうだとすればそれは間違いだった。スエーニョはラグリンガを見せしめにする気か。今彼女の家に部隊が向かってる。ラグリンガに逃げ場はない。俺たちが助けない限りはな。その通り。フジオの彼女の家まで急いで。私たちに着いた方がいいと説得して回収地点へ連れてきて。ラグリンガ、ここまだあるね。マジか。ラグリンガがコカインの純度を。あ、通信が、ね、サンタブランカのコカイン市場のシェアを下げた上、病院とワクチンを守ったことで多くの市民が救われた。ブラボー近い。それは何よりだ。損失を補うために。あ、ヘリでゆっくり行こう。必死になるわよ。もらう金が減れば忠誠心も下がっていくからな。そうね。じゃあまた。とボーマンが挟んできてミッションの内容が聞けなかった。ダグリンガがコカインの純度を下げていることがエルスエーニョにバレた。スエーニョの部下が彼女を殺しに向かってる。ダグリンガを連れてきて。他に行き場所はない。コカの減少をごまかすために純度を下げてたけどバレたからぶっ殺されそうになってるっていう。はあ、こった。そっか、じゃあさっきのさ、あれ死体を確認できればよかったんだからドローンで見とけば OK だったのか。なんだよ。そっか、よし行きますか。でも石を取んなきゃいけなかったから。あ、そっか。うん。ゴー。さすがに真下に降りたらまずいかな。あ、でも屋根の上降りたいな。ギリギリでパラシュート開いて屋根の上に降りよう。フジオの村はもうすぐだ。カルテルより先にラグリンガーを見つけるぞ。カルテル迫ってる。すでに仲間いるわ。どうなってるんだ。カルテルやろう。屋根に陣だろう。フラグ。もっとフラグ。フラグだ。フラグ投げとけば
どうとでもなるっていうね。後ろ後ろ後ろ、待って、ラグリンガーどこにいるんだ。地下か。ああ。え、これ地下突破どっから、あ、あったあったあった、こっちだ。ラグリンガー確保するわ。うん。いた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 。誰なの？何の用？お前を助けに来た。でもかなり急がないといけない。いいか。こんなんじゃ遠くへは行けない。知り合いがいるわ。ここから少し離れた村で反乱軍の負傷者たちを治療してる。連行する。時間制限付き。僕の心配をしているならそれはないわ。彼は恐れてない。勇敢な人だから。偽物の NGO 時代に。おい、ヘリ担当した地域で彼に出会った。はい。カルテルに協力してるお前を反乱軍に紹介したろ。医療物資の購入資金を。ちょっとさすがに車出れねえだろ、これ。わからない。両方に協力して何人だろう。知らないわよ。急いで乗って。オッケー、行って。だからそうしただけ。これはヘリが賢明だったと思う。頑張ってくれ。すごい。まだかなり距離があるぞ。そんなこと言われても。もう意識が持たない。もう目と鼻の先だけど。多分な。なぜ反乱軍が家にいたの？多分パック語りが命令したのよ。寒いわ。寒くなってきた。どうしてパック語りがカルテルの科学者を守る？限界よ。もう歩けない。こっち来て、こっち。諦めるな。目的地はすぐそこだ。反乱軍の意志いた。誰だ、何の用だ。こいつを知ってるか。何があった。知らない方がいいと思うぞ。肩を撃たれてるんだが、頼めるか。もちろんだ、任せてくれ。手を尽くす。できる限り時間は稼ぐが、急いでくれ。スエーニョが諦めるとは思えない。守る、はい、再び守るだ。これ凝ってんな。本当な。さて、地雷を。地雷を。地雷を。マジ地雷入れ。考えることは一緒だな。では早速来てる。ここに地雷をセットする。おっしゃ、ヘリが来た。オッケー。おお、また来てる。地雷、地雷追加。シカリオのお友達のために地雷をセット。な、運転手やった。オッケー。でも地雷に渡る。スエーニョどんだけ部下いるの。オッケー。全然守れる。もしくはもうこれ C4 投げてもいいよな。 C4C4、うん、C4 でいいね。ぽい。 C4 設置完了。好きなタイミングで。爆破準備完了。もう来ないんじゃね。もう来ないのか。つえーにょ。本当は車破壊されるはずじゃないからね。HTI を持ってる可能性を考えなかった。来ないな。ああ。来ない。ドン。暇。治療できてんのか。それは時間は稼いだ。状況がどうあれラグリンガーを連れ出す。ああ、まだ連れ出すんだ。もうマジで。まあ、弾補給してから処置はしたんで、まあ大丈夫だろう。よし、ヘリコプター乗っけよう。
心配するな。この神経マジで怖いな。本来であれば序盤ぐらいにこの地方来るはずだからね。すっ飛ばしたからな。 HTI があるわけないからね本来。多分パック語りが命令したのよ。寒いわ、寒くなってきた。治療したんだけどさっきの会話が続いてるんだけど。回収地点に到着した。ボーマンに救急ヘリを呼んでもらおう。よし、先導先導。ボーマン、応急処置をするのよ。ちょっと黙っててくれない？あ、痛い。ほら開けて早く。回収は10分後だ。よかった、やっとお別れできる。あんた反乱軍には許されたかもしれないけど私には通用しない。その立派な声があれば刑務所で人気者よ。だったらいっそ殺してよ。それも考えたわ。でも5年10年50年後自分のお尻も拭けないほど年を取った時に思い出すの。刑務所で気色悪い仲間たちと一緒に暮らしているダグリンガのことをね。あらそう、喜んで刑務所に行くわ。懲役千年だろうとスエニョといるよりマシよ。あなたは彼の怖さを知らない。そんなに怖い人なのか。そんなに怖い人なの。はあ、でおしまい。おしまい。お、勢力図の右下が今戻った。また進まない。埋まったというか。ここ数年カルテルはアメリカに粉を輸出する方法として最新の潜水艦を試してる。私たちが知る限りこの潜水艦は支流をたどってアマゾン川に合流し大西洋に入ってフロリダへ向かってる。おい、数千キロあるぞ。その通り。プログラムの責任者はエル・セレブロという男よ。この男についてはほとんど何もわからない。噂では天才でいわゆるマッドサイエンティストらしいわ。潜水艦の性能向上のためにいろんな軍用電子機器を注文してる。カイマネスの状況をもう少し知る必要がある。潜水艦やセレブロの研究について情報を集めてすぐに実行されそうな計画があったら潰してちょうだい。エル・セレブロに打撃を与えて反応を見ましょう。何かやらかして捕まえられるかもしれない。了解、すぐにやろう。これもしかしてだけどさ、ああ新しい注文に入ってたんだ、うん、ああカイマネス、オコロクリア。カイマネスってとこに届けたんだ今の人。お前なんか死んでる。マジか。なんで知ってん。ずっと待たせてくれたな。あ、ちょっと映像が来た。カルテルのメンバーのほとんどは暴力しか知らない範囲になったバカばかり。でもパトリシオ・メンデス・バレ、別名エル・セレブロは例外。変わり者の天才よ。昔からニディアは彼の頭脳に目をつけてた。それでメキシコの大学とカリフォルニアの大学院にまで行かせたの。人嫌いで目立たなかったわ。私たちが存在に気づいたのも最近よ。エル・セレブロはカイマネスから出るカルテルの潜水艇プログラムを任されてる。反潜水艇は多い時になると10トンものコカインを積んでカイマネスから川を下ってブラジル、そして大西洋へと進む。そこからたった数十センチ潜水すればメキシコまで行けるの。フロリダに行くこともあるわ。でも反潜水艇での密輸はもうすぐ終わる。彼はニディアと一緒に深海潜水艇を完成させようとしてる。数十億ドル規模の犯罪組織が大量の潜水艦を持ったらどうなる。密輸だけじゃ済まないわ。潜水艦を片付けるにはエル・セレブロに協力させる必要がある。でもニディアは長い年月をかけて彼を育ててきた。そう簡単には渡さないわよ。ここは天才がボスだ。何をしてんの一体。天才がボスか。いや下にちょっとユニカスいたから C4 ポイント。はい、成り行きでカイマネス入っちゃったから、じゃあ、はあ、今度はカイマネスやっていこっか。
残る地域はここ含めて、1,2,3,4,5、まあ、人物いないところも含めればあと5つ、うん、もうほとんど埋まってる。もうちょっとで終わりか。もうちょっと終わってしまう。うん、次で長々やったけど、じゃあ終わりますか。うん、とこの開幕ですから続き。お疲れさんです。